ピエート打つときは真剣なんですけど、うん、歩いてるときはもう本当たわのない話をしたりして、うん、そこの集中力っていうのはやっぱりプロはすごいなと思いました。キャディさん真剣にいろいろ考えながらやってるんでしょうね。そうですね。キャディさんはやっぱり本番の時のためにいろいろ測ったりとか、うん、翔太さん出た時は、はい、キャディさんはどうしたんですか。私は知り合いに頼みました、うん、おやっぱり同じような球筋を持って、うん、で同じようにあの競技をしている子に頼んでやってもらいました。でもやっぱり長い間ずっと一緒にいるので、うんうん、やっぱり自分のことをよく分かってくれて、で何でも気軽に話せる人がやっぱり向いてるのかなと思います。うーん、鹿島さんが2打目か。残り130フォローですね。うわ、来た、この厳しいピンチ。傾斜の途中に来て、うん、やっぱ傾斜のところだから戻っちゃうんですね。そうです。ピンの位置だったら上はもう絶対ないので、うん、みんな正解。お、行っちゃった。これが面白そうなアプローチです、うん、やっぱりピンの位置ってもういかようにも触れるじゃないですか。でも当たり前だけどやっぱりコンディションっていうのはもうこれ以上芝も刈らないだろうし、バンカーに砂も入れないだろうし、コンディションは全く変わらないと思うので、やっぱりセカンド の練習っていうのはすごく大事だと思います。セカンド、サード、優しいですね。そういうところのファンサービスって大事ですよね、うん、でもやっぱ練習日楽しいですね、うん、ああやって気軽に話したり、テレビの向こうだった人が一緒に写真撮ってもらったりできるって、なんかすごくいいですね、楽しい。頑張ってください。エイミーのすごいいい動画撮れない。ありがとう。もうすごいキュートですよね、打った後です、これ。もうファンサービス満載で、私は初めて実際お会いしたんですけど、うん、なんかもうファンになってしまいました。吉場さんめっちゃ振るのかなと思ったら、うん、ゆっくり振るんですね、なんか大きく、うん、全部私はアマチュアでの観点でしか言えないんですけど、うんうん、やっぱりもう 100% の力で振るってことはまずないと思いますよ、ポトじゃない限り、うん、もう常にやっぱり平均的に曲げないようにとか、ある程度の距離が出てればいいと思うので、うん、やっぱり7割とか8割ぐらいでやってるかなと、うんうん、思います。今ドライバーを見て思ったんですけど、エイミーさんがとってもコクが早いんです。アーリーコクでここから入ってるので、なのでとってもスイングがコンパクトで、もう本当に体重移動も少ないし、
体を軸にしてギュンって打ってるっていう感じがすると思います、うん、それ見てみます、はい、うん、練習ラウンドってこうやってもう一回打つこともあるんですか？あります、あります。ちゃんと打てなかった時とか、うん、また違うパターンで打ってみたり、うん、バッて変えたりとか、そういう時には打ちますね。例えばここのグリーンも大きく2段グリーンになっているので、うん、下の段にピンが切ってある時、上の段にピンが切ってある時で番手を変えて打ったりもしているかもしれないですね。だいたいこの自分の距離だったらここに行くなっていうところから場所変えて、はい、さっきから見てるとやっぱり四隅に置いてますよね。これエミさんが届かなかった時の場合の、エミさんのキャディーさんがいろいろこう端っこをよく見てるんですけど、これ何を見てるんですか？おそらくなんですけど、その芝の向きとか、やっぱりこれだけ長いと逆目のところに咲いちゃったらかなり厳しいと思って、そういうふうにやっぱり目を見てるんじゃないかなと思います。ここに行っちゃ絶対ダメだみたいな。そうそうです。これだけの下調べとか、ね、入念に周りを見ていて、プレイヤーに何が起きてもアドバイスができるように、ケリーさん自身もやっぱり練習日っていうのはすごい大事なんだなって思います、これ仮想のティーですか？そうです、基本的にティーが置いているところは本番とは違うことが多いんですよ。でやっぱり本番のために芝を保護したいので、ちょっとやっぱり後ろにあったり極端に前にあったりすることが実際なので、仮想のティーを立ててるんだと思います。結構タフですか、このコース？かなりタフだと思いますとっても見た感じだと広くてすごく面白そうなんですけども、やっぱりこれだけラフを伸ばしていて、フェア面も狭めているので、どこに打っていいかっていうのがやりづらいですね。これ無理じゃん。かなりタフですよね。ティーを前に出したと。出した時の2段目のやつをここまで来た。わあ、見せますね。2オン成功。3段目地点。
ティーグラウンドが長すぎて打ち場所を変えてるらしいです。よくここ来るんだよって、言ってました、はい、私そのおかげで私ゾイになったんですよ。私がやないからって言った。じゃあゾイ切ればいいじゃんってなって、今年の夏春夏がハワイですよね、イメージが。あ、テーマが、テーマ、そうなの、ハワイアンピクニックのテーマだからぴったり合わせてくれたかなって私そう思う優しいと思ってカタログもこのホノルルカントリーで撮影したらしくて、うんうん、すごい、ありがとうございます。すごい気さくで、うん、もうあれですね、ハートは静かにされますね。ハワイでお待ちしています。ありがとうございます、行かせてください。ひろとさんも来ます？あ、もしそういう機会があったら、はい、ぜひ。じゃあ日にちの調整だけ、そこだけお願いします。いつでも OK です。こういろんな打ち方をしているプロの技が見れて、うん、練習日も本当楽しいです。曲げ方とか変えてます、うん、変えてると思います、うん。